ファンネルがお送りするファークライ6続きをやっていきます。今回すいません、メインから外れまして、トリアーダの偶像を集めるっていうやつやっていきたいと思います。ミッション的にはヤーラのストーリーか、はい、トリアーダの恵みで、偶像が3つあるんですけど、実は私も1つ、見つけてありまして、これですね、イダのトリアーダ偶像で、これ撮った時結構面白かったんで、残り2つもね、ちょっと動画残したいなと思って、今回やっていきたいと思います。で、1個見つけたのは多分マドルガダのやつかな。で、残すところ、まあ、全部で3つで、1つ見つけてあるんで、ここ、2つ目と、どこだっけ？これか？ 3 つ目。はい、ここにありますんで、これを撮っていきたいと思います。で、これを撮り終わったら、もう実は最後だけ調べちゃったんですけど、このオルワの洞窟っていうところに偶像を返すところがあるんで、ここに返すと、まあ、またなんかちょっとあるので、まあ、そこまでやれたらいいかなと思ってます。じゃあ行ってみましょう。敵がでもいるな。何やってんだ、あいつら。なんか変な挙動してんな。嫌だな。スタックしてんじゃないの、あの車。まあでも別に多分大丈夫だと思うんだけど、やった方がいいのかな。でもアイテムもあるんだよな、あそこに。これ欲しいよね。バレ、でもあんなに固まられるとな、グレネードランチャーでもぶっ放さないと勝てなくなるから。とりあえず洞窟行っちゃいますね。これ見つかるのかな。人がダメージ食らうか、大丈夫か、よいしょ、大丈夫だ。で、こっからちょっと降りてここまで来ればバレねえな。よし、行ってみようか。鍵壊す音で気づかれそうだけど。読む、ミモアボシのトリアーダ偶像、トンネル救助隊は全員死亡したものとみなすって。現時点をもってこの採掘現場は立ち入り禁止とする。鍵を現場のオフィスに戻しておけと。身も阿保し。身も阿保し。パン。何を見せてくれるって言うんだ。さあ行ってみましょう。うん、なんだ。なんかいた？あ、電気か。そんなトラップある。何か、あ、鍵だ。これは何かを開けるためのものか。送風機室？あ、送風機使わねえとあれなのか。まず右に曲がって、そして左に2回、右に3回、左、右、左のはずが、道に迷った。どういうことだ。道順通りに進んでいたのに、暗がりの中から何か聞こえた気がする。笑い声のようだった。だから追ってみたのに誰もいない。俺一人だ。寒い。まだ笑い声が聞こえる。え、ちょっと待って。これ覚えた方がいいのかな。ごめん。ちょっと、撮影タイムしていいですか。ちょっと写真撮りまーす。はい、チーズ。はい、撮りました。で、これを見ながらやりますかね。はい、ではやっていきますよ。ということで、まずは、右に曲がるということで、ごめん。ちょっと待って、電気。どうすんのこれ。え、そうよね。発電機を切るには、え、まさか戻らないといけない。あ、だやだやだ。あ、あれか。なんだ、結局敵倒さないとダメじゃん。じゃあか、バレずに止めれるか。よいしょ。いや、バレるよな、これ。なんだ？犬いる？発電機が。え、痛い！なんで？コヨーテ！ちょっと待って。痛い、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 痛い。離脱！こっち来い！よいしょ！いいぞ、いいぞ！いいぞ！よいしょ！もう一匹来いよ！どこ行った？あっちにはバレてないね。なんてタイミングで来るんだよ。痛い。
なんか声バレた？大丈夫？どうしようかな。車乗ってるやつが厄介なんだよね、あのスタックしてるやつ。あの3人を排除せにゃちょっと邪魔ですね。どういう配置になってる、あれ。なんだあれ。あっちは馬に乗ってんのか。で、こっちは車に乗って、やったら増援来るかな。何遊んでんだ、あいつ。まずあっちやるか。なぜか動き出す、あいつ。なんだ？急に走ったぞ。こいつは気づいたかな？雇用的そう。あ、なんか馬が吠えてる。ヒヒーン。で、顔を出してほしいんだけど。よっ。よし、やった。まあ、あと車乗ってんのは大丈夫かな？よいしょ。じゃあ、発電機をこれぶっ壊せばいいの？ちょっと待ってね、なんかありそうか。よいしょ。あ、ケーブル抜くってあるわ、多分。よいしょ、引っこ抜く。 OK。 手間取らせやがって。これでメモが役に立つんだね。ここからあれなのかな。まずは右に曲がってって書いてあるんだけど、ここじゃねえよな。潜って、またこれなんかあれかな。違う洞窟だとクラゲいたことあるんですけど、ここはクラゲ大丈夫かな？何これ？なんだ？あ、この鍵が送風機のとこか。送風機が動いてないと、もしかして、何かエラーになっちゃうとかなのかな。インタラクト。何？ちょっと待って、急げ急げ。で、グラップル。うわ、なんだ、煙ぞ。煙。誰か落ちてるよこれ。よいしょ。登って、左とか右とかもう関係なくね、これ。ごめん、なんか出てきそう。銃を、ちょっとショットガンにして。OK。多分、音バレても大丈夫だ。うわー、なんか、もやもやもやーってなってますね。え、もうグッズを手に入れられるのか、これで。手に入れたら何か出てきそうな予感しない？先にこっち取っていい？回収。身も網干の幻影。取りますよ。身も網干。ゲット。風、計略、幸運のオールは、ぜひあやかりたいもんだ。あやかりたいもんだ。一つだ。あれ、これで本当、おお、びっくりした。なに？なんだ？通路ができた。あっつ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 。帰り道ができたのかな。いや、ビビった。あ、そうっぽいね。これで出れると。あら、なんだ、全然なんともねえとこだったんだけど。さあ、では次のとこ行きますか。そしたら、まあ、また次のとこの近くまで、動画カットしますね。はい、では今向かっております。今回はなんかちょっとした要塞っぽくなってるんで、敵がいるかもしれないので要注意です。ミニマップ出てくれ。あ、でも敵はいねえのか。よし、ここで降りて、
登れねえよな。どっから行けばよかったんだろう。そのままうまく中に着地すればよかったな。ここは多少なんかギミックありそうなとこなので、なんだっけかな、なんか呪いがあるんだここはみたいなこと言ってて、あ、夜に来ないとダメとかだっけ、違うよね。ちょっとアイテム取りますね。回収。なんだ、鏡割れた。あー、ホラー展開か。迷宮の鍵が必要。鏡割れるじゃん。これ怪しくね？絶対ここ開くでしょ。でも何をやったら開くのかは分かんねえな。迷宮の鍵、迷宮の鍵。これだから割れない鏡があるんではないか？もうここまで来るとホラーじゃなくてギャグだよね。あ、割れねえ。あ、やっぱあったわ。インタラクトで、ゴゴゴゴゴって言って、ん？こっち開いた？一体何が起きてるんだ。まあ人為的だよねこれ。インタラクトがあるけど、あー、やべえ、ボタンいっぱいある。なんかヒントはこれか。奥の水は電気のようにヤーラの中央から流れ、西へ、そして最後に東へ。だから真ん中を押して、西だから左だよね。真ん中左右、真ん中左右、向きこっちでいいのかな。真ん中左右、 OK で上が開いたか。何なのか調べてやる。調べてやりますよ。開いたね。何のピアノ。自動ピアノじゃん。で、これは部品回収。外の色が怪しいな。え？なんか今確かにボフって言ったな、あそこ。ピアノ、これは月光を弾かなくていいのかい？読む。ソフィアへの愛からでいいんだっけ？愛しの君、F シャープ、D、なんて言うんだっけこれ。まさに花盛りという時に奪われてしまった君、E、その心で私を抱いておくれ、G。そして天国に私の居場所を用意しておいてくれ、 F シャープ。これまたなんかあれかな。お、まあとりあえず、なんで開いた。ピアノで開く扉、ここは一体何なんだ。井戸関係あったん。なんだろう。まあいいや、行ってみよう。拾う。何の鍵。あ、下の迷宮の鍵だ。迷宮だってこうワクワクしちゃうけどね。これ私今ショットガンでね、鍵を使って迷宮に行ってみますか。うわ、なんで変な場所ばっか見つけちまうんだ。確かにこっちだけど。うわ、ネズミ。ネズミ、ちょっと読むね。アルフレド、明日日の出とともに私の荷物をまとめてくれ。この呪われた場所を出ていく。奴隷は不動産とともに売却するって書いてあって、まああんまり重要じゃねえと思うな。これは呪いがうんぬんって書いてあるだけで。回収してガゴン。わ、やばそう、やばそう。どうも。これは待って、本物の銃持ってるやついねえよな。ちょっと待ってね。3倍スコープで、多分全部偽物だと思うんだけど。怖っ、怖いね。うん、多分大丈夫。めっちゃ私を見てるけど、何かギミックがあるな。なんか銃撃が。
普通に何にもなかった進んでいきますよ。上かこれは。これが井戸じゃない？なんか落下したのかこれ。グラップル。登っちゃって大丈夫？よいしょ。なんか大砲使うとかでもなさそうだから、多分これで、あ、井戸のとこ行けんのか。ジップライン、よいしょ。あ、この下にあるな。だけど井戸に降りるには、ん？なんだこれは。こっち、さっきのとこだよねこれ。何かやりのこしたことがあるのか。あ、なんかあるな。あっち待ってね。あ、そっか、これぶっ壊れんのかな。壊れねえよな。でもグラップル使えるから、ちょっと待ってね。グラップル使ってぶら下がるとなんかあるとかではない。もう一回入っていきますよ。こっち迷宮だったんだもんね。迷宮、迷宮の前によ。ピアノが見えたとこって上だっけ。ピアノのとこから私は何かをしないといけなかったかこれ。でもグラップルだよね。グラップルでピアノを読む。で、ここが開いたんだもんね。で、鍵を入手したんだから、いや、ここはもう多分ギミッククリアしてんな。で、迷宮があって。で、これだもんね。で、こいつらがいて。てねえのもあるけど、何かをやれてないか。ん？これボタンあるな。インタラクト。お。何かいいものがあるといいけど。こういうことか。やっぱやってなかったんだね私。じゃあグラップルで登って。よいしょ。ではではでは、降りていきますか。ジップライン、よいしょ。でここでグラップルで、これで降りればもう多分偶像入手ではないのか。ちょっと待ってね、怖いな。あった、これだけど、よいしょ。まずこれゲット。え、で本物というかあれはこっちかな。ザブーン、あれないよね。ん、あ、違うか。しまった、グラップルこれ届くんか。まずこっちから登って、よいしょ。グラップル届く。よし。こっちか。よいしょ。あー、よいしょ。えい。こんなとこに祭壇か。すげえ、これか。取ります。水、生命、正義のオルは、この国が今まさに必要な神だな。取りました。では。よいしょ。で、さっきのを取ることによって、出口が開くというわけですね。はい、わかりました。OK だね。まあまあ、それなりに楽しめたんじゃないでしょうか、アトラクションを。
では次のとこ行きます。ちょっと待ってね、なんだこれ、移動希望者ね。はい、待ってごめん、まだあるわ。よいしょ。では次は左の、あ、ちゃんと印つくね、ここなので、ここに、とりあえず行ってみたいと思います。はい、というわけでオルワの洞窟の手前まで来ました。行ってみたいと思います。で、ごめんね、何が出るかをちょっと知っているので、どうすかな、武器でもこれでいいか、それとも、ちょっとこれにしてみて、でどうしようもなかったらこっちを、でもランチャー系は危ねえと思うんだよね。サブマシほとんど使ったことねえから、サブマシンガン装備してみっか。独断、これよし。では行ってみたいと思いますよ。まあ、リゾルバー武器でもいいんだが、よいしょ。あれ、こんなに進まないといけなかったんだっけ。暗いな。しかし、さあここです。ここに3つを置けばいいので、あるべき場所に戻してやろう。 OK、 インタラクト、うー、そうすると、あ、来ましたね。で進んでいきます。本当だったのか、何もかも、何もかも。でごめんね、ちょっと待ってね、どうすかね、感知グレネードにしといた方がいいかな。まずはインタラクト、アイテムゲットすると、ありがとうオルワたち。でも守護神の言い伝えもあったよ。守護神来ましたね。よいしょ、しまった、なんか火炎瓶投げちゃった。あれどこに行った、あれどこ行った、なんか私なぜ火炎瓶になったんだこれ。あ、そういうことか。よいしょ、ちょっと待て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 、やめろ。よいしょ、これ今あのもらったスプレーも使ってるんですね、私、報酬で。よいしょ、いるな、近い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 。どうやってるんだ、どうやってるんだオルソン。あ、弾無限だし、ちょ、やめろ、痛い、ちょっと回復しよう。よいしょ、火炎瓶投げちゃうぞお前ら。やめろやめろ、やめなさいよ。おらおらおら、待ちて待ちて待ちて、オッケー回復。悪いな、でも先に襲ってきたのはそっちだ。そうだぞ。でこれで蘇生してあげると、仲直りするか、仲直りしようぜ。猫派じゃないけど化け猫は悪くないかもな。まあ、私猫派ですけどね。はい、これで、オルソっていうアミーゴが使えるようになりました。可愛がる、いいね、目が青く光ってて。うわ、新しいスプレーモを見つけた。スプレーモがそう簡単に見つかってたまるか。一体どんな見た目だ。木製ライフルにはルーン文字、バックパックには動物の頭蓋骨。それは俺のじゃない、誰かがアイデアをパクったんだ。もし制作者を見つけたら弁護士を雇ってボディアーマーを買っとくと伝えろ。神様を訴える気か。さあ不安でも知らないもんですね。ちょっと待ってね、これ読んでなかったよね、急いで書かれたメモ。オルはよ、言われた通りに下ではありませんか。ああ、なんか作ったの。伝承には最後の試練などなかったのに、ここに来て監視者にして守護者から資格がないと判断されることになると。あ、これやられたのかな、オルソに。はい、というわけで無事にクリアですが、どっから帰ればいいんでしょうか。こっちかな、ちょっとアミーゴチェックしてみますか。でこれですね、新しいスプレーも、トリアドール、トゥルーサイト、オルワの力で隠れた敵をマークできると。ライフル、ラ・バリータと組み合わせれば壁越しに攻撃できる。これ最強だよね、これだよね多分。あ、違うわ、あれ、これだ、ラ・バリータ。スプレーもトリアドールと合わせてトリアーダーモードが使えると。
これは改造はできないよね。あ、でも作業台で1個の改造が可能と書いてあるな。はいはいはい、まあ面白いのをゲットしました。これでちょっと楽になるんで、今後まあどっかで使っていこうかなって思いますんでね。スプレーもこれでも敵にバレねえよな、使った段階で多分大丈夫だと思うんだけど。でアミーゴはオルソ、詳細オルワの力を使い、オルソが物陰から敵を音もなく倒す。だからステルス向けだよね、これはいいね。まあこれちょっとガンガン使っていこうかな今後ね。はい、ではでは、外に出て終わりたいんだけど、まあなので、なるべくね私みたいに序盤ぐらいに、このスプレーもであったり、オルソを解放しておくと多分グッとストーリーが楽になるんじゃないかなと思いますんで、皆さんもぜひ、やってみてください。ちょっとね外の出方がわからねえからすいません、こんなちょっと景色悪いとこで申し訳ないですが、今回じゃあ以上にしたいと思います。次回はね多分ストーリーやろうと思いますんで、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またね。いい子にしてたか。